今日はかまどで焼こうジャムおじさんの焼きたてパン工場を開封してみるよ。それじゃあスタート。中に入っていたのはこんな感じだよ。それじゃあ一つずつ紹介していくよ。まず中に入っていたものはジャムおじさんのかまどと商品ケースとレジが入ってたよ。それと後ろにパネルと僕のレリーフが入ってたよ。次、パンがこんなにたくさん入ってたよ。それじゃあ一つずつ紹介していくね。まずは僕アンパンマンのパン、食パンマンのパン、カレーパンマンのパン、クリームパンダちゃんのパン、メロンパンダちゃんのパン、コキンちゃんのパン、ドキンちゃんのパン、最後はバイキンマンのパン。パンを入れる箱とパンを入れる袋、トレーとトング、テイクアウトのジュースを入れる容器とお財布、お金、ボードなどが入ってたよ。それでは組み立ててみよう。まずはアンパンマンのパネルを組み立てます。そうだそうだ、ジャムおじさんのパン工場の看板もあったよ。それじゃあパンも並べていくよ。ジャムおじさんのパン工場のボード、今日のおすすめパンはアンパンマンパンと食パンマンパンだって。かわいいポップも置いていくよ。がさっきくれたんだけど、パンのメニューがあったよ。アンパンマンパンは小豆を使ったアンパンで、バイキンマンパンはブルーベリージャムが入ってるんだ。ドキンちゃんパンはイチゴとヨーグルトクリームで、コキンちゃんパンはヨーグルトクリーム？涙の味？食パンマンパンはシュガートースト、クリームパンダパンはバニラの香りのクリームパン、カレーパンマンパンはカレーが中に入ってるんだね。メロンパンナちゃんパンはメープル味のメロンパンなんだ。どれも美味しそうだな。それじゃあ早速お客さんを呼んでみよう。いらっしゃいませ。アンパンマン、パンをくださいな。はい、それじゃあメニューもどうぞ。わあ、どれにしよう。それじゃあドキンちゃんパンとドキンちゃんパンをください。はい、少々お待ちください。ドキンちゃんパンとドキンちゃんパンですね。お会計いたします。それじゃあ箱に入れていくよ。よし、これで完成。コキンちゃん、お待たせしました。ありがとうアンパンマン。それじゃあまたね。次のお客さん呼んでみよう。いらっしゃいませ、メロンパンナちゃん。アンパンマン、パンをちょうだい。はい、かしこまりました。メニューをどうぞ。わー、いっぱいだね。じゃあメロンパンナちゃんのパンと
クリームパンダちゃんのパンをください。はい、かしこまりました。メロンパンダちゃんのパンとクリームパンダちゃんのパンですね。それじゃあお会計します。ピッピッ、袋に詰めていくよ。よーし、メロンパンナちゃんに渡そう。お待たせしました。ありがとう、アンパンマン。それじゃあまたね。みんな、どうだったかな？かまどで焼こう、ジャムおじさんのパン工場。みんなもぜひ遊んでみてね。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。それじゃあ、またねー。